カール・シュルツ・カール・シュルツは、ドイツ出身の革命家であり、アメリカ合衆国の政治家、改革者及び南北戦争時のアメリカ陸軍将軍。著作家、新聞の編集者及びジャーナリストでもあり、1869年には、ドイツ生まれのアメリカ人としては初めて、アメリカ合衆国上院議員に選ばれた。 1848年革命に失敗してアメリカ合衆国に移住したドイツ人移民、いわゆるフォーティエターズの中でも最もよく知られた人物の一人である。妻マルガレーテとその妹ベルタ・フォン・レンゲはアメリカにおける幼稚園制度設立の提唱者であった。シュルツのご半生アメリカ政治の中でも結出した独立、独歩の道を歩み、その高次元の原則。 正当に組みしなかったこと、及びその道徳意識の高さで注目された。シュルツは次の発言を残している。我々の国は、正しいか間違っているかのどちらかだ。正しいとすれば、正しいことを守っていかねばならない。間違っているとすれば、正しくせねばならない。プロイセン王国ラインラント州のリブラールで、教師の息子として生まれた。 ケルのイエズス会中等学校で学び、ボン大学に入った。ここで、ゴッドフリート・キンケル、続いて一人の教授及びヨハネス・フォンレンゲと知り合った、ことで、革命家になった。シュルツは、ボンの民族主義的な、ブルシェンシャフト学生結社連合の一員となった。キンケルが、ボンナー・ザイトゥングが身を編集するのを手伝う傍らで1848年革命では、 活発に行動したが、ラシュタットが陥落すると、チュリヒに逃れた。1850年、密かにドイツに戻り、シュパンダウの監獄からキンケルを救い出し、キンケルがスコットランドに逃げるのを助けた。シュルツはパリに行ったが、1851年12月のクーデターの前夜に警察によって、フランスから強制退去させられた。 1852年8月までは、ロンドンに泊まり、ドイツ語を教えて生活していた。シュルツは1852年7月に、レンゲの義理の妹と結婚し、アメリカへ移住してしばらくフィラデルフィアに居住した。1856年、ヨーロッパで1年間を過ごした後に、ウィスコンシン州、ウォータータウンに転居し、すぐに、ウィスコンシン州の共和党でも結出した存在になった。 1857年、副知事の共和党候補になったが落選した。翌年入りの異州で、エイブラハム・リンカーンとスティーブン・ダグラスとの間に、討論が行われた時、シュルツも演説者として参加し、ほとんどドイツ語ではあったが、ドイツ系アメリカ人有権者の間に、リンカーンの人気を高めることができた。この年に、ウィスコンシン州法廷弁護士として認められ、 ミルウォーキーで法律の実習を始めた。1859年の州内遊説では、ウィスコンシン州最高裁が、逃亡奴隷法を一件と宣言していたので、逃亡奴隷法を攻撃する演説を行い、州の権限を論じた。しかし、ウィスコンシン州南西部には、南部の者たちが多く移動してきていたので、シュルツの政治的立場は難しくなった。州外では、 1859年4月18日に、ボストンのファニエルホールで、真のアメリカ主義について演説を行い、外国人の立場で移民排斥主義に対して、共和党の姿勢を明確にすることが意図された。ウィスコンシン州のドイツ人は、1859年の州知事選に、共和党の候補に、手術を押そうとしたが失敗した。 1860年の共和党全国大会で、シュルツは、ウィスコンシン州大議員の代弁者となり、大統領候補として、初めは、ウィリアム・スワードに投票した。指名投票は3回目までもつれ、最終的には、リンカーンの指名を宣言することになった。1861年、リンカーンは、スワードの反対はあったものの、 シュルツのヨーロッパでの革命家としての経験を買い、中スペイン大使に任命した。シュルツはスペインが南部を支持しないよう密かに説得して、成功し、1862年に1月にはアメリカに戻った。大使の職を辞した後は、4月に北軍志願兵の順位賞に任命され、6月にはジョンシー・フレモントの師団に入って、指揮を取り、続いて、 フランツ・シーゲルの軍団に転属となり、第二次ブルランの戦いに参加した。1963年3月14日に、志願兵の少将に昇進し、オリバー・オー・ハワード将軍の下で、第11軍団のシダニ指揮官となり、チャンセラーズビルの戦いに参戦した。この戦いで、南軍のストーンウォール、ジャクソン将軍に、惨めな敗北を喫したことで、後に、 ハワード将軍とは、辛辣な論争になった。シュルツは、ゲティスバーグの戦いにも加わって、再び惨めな敗北を喫したが、第3次チャタヌーガの戦いでは、勝利を収めた。後にシュルツは、ナッシュビルの作戦本部の指揮を任され、あまり実戦に関わることはなかったが、終戦の1ヶ月前に、ウィリアム・シャーマン将軍の軍隊と共に、ノースカロライナ州で戦った。 戦争が終わるとすぐに除隊した。1865年の夏、アンドリュー・ジョンソン大統領は戦後の南部の状態を調べるためにシュルツを派遣した。シュルツがミシシッピ州で州兵を組織することを禁じたヘンリースロカム将軍の命令を承認したことからジョンソン大統領と喧嘩になった。シュルツの報告は 各州の諸権利を完全に保ったままの再加盟と、アメリカ合衆国議会の委員会による、さらなる立法の必要性の調査を提案していたが、ジョンソン大統領はこれを無視した。1867年から1868年にかけて、シュルツは、デトロイトポスト紙の編集長となり、続いて、セントルイスの、ベストリヒエポスト紙のエミール・プレトリアスと共に、 編集者兼共同経営者となった。この年の冬にドイツに旅して、オットー・フォンビスマルクのインタビューを取った。1868年の大統領選挙では、再加盟拒否に反対し、正直な金に賛成する発言をした。1869年から1875年にかけて、シュルツはミズーリ州選出アメリカ合衆国上院議員を、 勤め、アメリカ合衆国中西部に多いドイツ系、アメリカ人の支持から共和党員としての政治的影響力を得た。議会では、財政的な責任を追求する演説で大きな評判を取った。この期間にシュルツは、共和党と他元を分かって、ミズーリ州で自由共和党を立ち上げ、1870年には、州知事に B ・グラッツ・ブラウンを当選させた。 1872年、自由共和党大会を主催したが、この大会では、シュルツの関税に関する見解は支持されず、また同年の大統領選挙では、シュルツ自身が、チャールズ・フランシス・アダムズか、ライマント・ランブルを推したものの、結果的には、ホレス・グリーリーが指名された。この選挙で新大統領となったユリシーズ・グラントの、サント・ドミンゴ政策に反対した。 ウィリアム・フェッセンデンの死後、シュルツは外務委員会の委員となり、グラントの南部政策や不服戦争において、フランスに武器弾薬を売る政府の政策に反対した。1875年、オハヨ州知事選挙で健全な金を代表する者として、ラザフォード・ヘイズの選出を応援した。1876年、シュルツは、 大統領選に出馬したヘイズを支持し、勝利した後は内務長官に指名された。ヘイズは内閣の閣僚指名や就任演説でもシュルツの忠告に従った。シュルツは内務省にいる時に公務員の業績に関して持論を展開し、理由のない転籍は認めず、事務員になりたいものには承認試験を要求した。 政治的な公園組織を排除しようとしたが、大きな成功は得られなかった。シュルツは、初期の自然保護論者として、土地の搾取者を告発し、森林も保存の必要性を訴えたことで大衆の注目を呼んだ。シュルツは、インディアン管理局を改革し、陸軍省への遺憾を定める法案に反対して廃案にさせた。インディアン管理局は、 内務省の中でも最も腐敗している部署であり、インディアン居留地の代理人、農夫、教師などの役職は政治的な利益供与に基づいて決められていた。役職は政治的な報酬として見られており、個人的な富のために居留地を使う免許があれば、働く必要はなかった。インディアン管理局を陸軍省へ編入することは、 政治の代わりに規則と愛国者的方針に基づいていたので、インディアンなどには局のコインの代わりに、インディアンのために良いことをするようになると考えられていた。しかし、政治的な圧力と強育性によって、インディアン管理局は内務省に止まることになった。シュルツは1881年に政界を引退し、ニューヨーク市に転居した。 1881年の夏から1883年の秋にかけて、ニューヨークイブニングポスト紙の編集長と共同経営者の一人となった。1884年、共和党の大統領候補ジェームズ・ジー・ブレインの指名に反対する独立した運動の指導者となり、結果的にグローバー・クリーブランドの選出に貢献した。 1888年から1892年、ハンブルクアメリカン汽船会社のアメリカ側代表者を務めた。1892年、ジョージ・ウィリアム・カーティスの後を受けて、国家公務員改革連盟の会長になり、1901年までその職にあった。1892年にはやはり、カーティスの後を受けて、ハーパーズ・ウィークリーが網の論説委員になり、 1898年まで、勤めて選挙人団の改革を積極的に支えた。1895年、ニューヨーク市のハンタマニーホール選挙協力のために発言した。1896年の大統領選挙には、ウィリアム・ジェニングズ・ブライアンに反対し、健全な金のために発言し、共和党の庇護のもとには入らなかった。4年後、 1900年の大統領選挙になると、今度は、反帝国主義のために、ブライアンを支持し、アメリカ反帝国主義連盟の一員にもなった。1904年の大統領選挙では、民主党候補者のアルトン・ビー・パーカーを支持した。シュルツは、ニューヨーク州ジョージ湖のノース・ウエストアンにある夏の、コテージで生活したが、これは、親友のエイブラハム・ジャコビが建てたものだった。 シュルツはその人生を通じて意見を表明することに躊躇したことはなかった。政治家仲間の間ではその数、多い辛辣な文章のために、リンカーンやジョンソンのような大統領と並んで、一目置かれた。強い言葉による演説や論説、及び深く保持された、革新のために支持者にとっては英雄であったが、批判者からは広く嫌われた。移民社会とは強いつながりがあった。 1893年のシカゴ万国博覧会では、ドイツ系移民に向かって、いかにアメリカの社会に順応すると予測しているかを、次のように語った。私は常に健康なアメリカ化に賛成してきたが、それは我々ドイツの伝統を完全に否定することを意味しない。我々の性格は、アメリカ的なものの最善のものを取り入れ、ドイツ的なものの最善なものと結びつけることである。 そうすることで、我々は、アメリカの人々とその文明に最善を尽くすことが、できる。シュルツは、多くの著作をものにした。その中には、一貫の演説集、ヘンリー・クレイの秀逸な伝記、リンカーンに関する随筆、チャールズ・サムナーに関する随筆、および、シュルツ自身の、回顧録がある。ご反省では、微望録も書いていた。1906年5月14日に、 ニューヨーク市で死去し、スリーピーホロー墓地に埋葬された。この共和国のようにとても強くまた長所を生かして、置かれている権力によって見られる流行る規則とは何であろうかもちろん私は、万が一実際の部別が与えられたら、それを素直にポケットに入れることを期待しているのではない。しかし確かに、男の子の愛国心でそうしたいと願うように、 世界の国々の間を喧嘩越しに、みんなの前で拳を振りながら歩き回るべきではない。もちろんその権利に対する実施の審判におとなしく、従っているべきではない。しかし確かに、その固有の権利の観念あるいは利益が、他のもの,の観念と衝突するときはいつも、 ヒステリーに陥るべきではないし、あたかも自身の安全や独立そのものが実際に脅かされているかのように振る舞うべきではない。その力と尊厳を意識する真の真摯として攻撃を行うにはゆっくりとであるべきである。他国との付き合いにおいては、その権利だけでなくその自尊心に対しても慎重に配慮すべきである。戦争に対してはその隠れている。 あらゆる資源があるのだから、世界の中でも平和を追求する大きな力となるべきである。戦争のための大きな軍隊や海軍を持つ必要もないし、持たないことは、どのような誇り高き名誉や計り知れないほど貴重な恩恵であるかを忘れるべきではない。重装備の大砲ではなく良い例と、賢明な忠告によって人類に影響を与えようとすべきである。 戦闘に勝つことではなく、戦争を避けることに高い栄光を見るべきである。常に公平かつ公正で、信頼に値し、落ち着いており、融和的であれば、他国は、無意識に、相互の友好に、思いが行き、意見の相違も、自然に調節するようになるので、世界の平和を保つ、大きな力となる。これは単なる理想を描いた空想ではない。それは、 世界の国々の中でも、この偉大な共和国の当然の位置づけなのである。それは最も高貴な使命であり、アメリカ人の良識と自尊心がその、マニフェストデスティニーの中に見られるとき、アメリカ合衆国にとって栄光の日となるであろう。それはすべて平和の上にある。この平和は栄誉ではないだろうか。最近、アメリカ主義について、多くのつまらない演説があった。 これは良きアメリカ主義ではないのだろうか今日、それは確かにこの国を最も愛する人々のアメリカ主義である。そして私はこれがアメリカ主義であり我々の子供の、そして子供の子供のアメリカ主義となっていくことを熱烈に願う。カール・シャツズ・ザ・トゥルー・アメリカニズム1859年4月18日大衆が興奮しているときに、 不要な戦争に対しさっき立っている民衆の声に大胆かつ果敢に抵抗し、そうすることで愛国心や勇気がないという不名誉な評判に身をさらし、国を第三次から守る目的で行動する人、それが国を愛し誠実に奉仕することであり、少なくとも武器をとっては、 最も大胆な英雄と同じくらい良き愛国者であり、さらに最上級の愛国心をこれ見よがしに引けらかして、戦争が必要となる前に戦争を要求し、特に戦争の時には他人を戦闘に追いやる、そのような者たちよりも、格段に勝っている。カール・シャツズ、1898年4月ニューヨーク市に、あるカール・シュルツ公園ニューヨーク市にあるシュルツの、銅像ドイツにも、 シュルズの人生と業績を記念する記念物がある。ありがとうございます。